人生でした一番の恐怖体験って何ですか？恐怖体験。と、まあ、中学生ぐらいの時かな。まあ、友達と、まあ、その、たまり場があって、稲田団地なんですけど、そこで、その友達と二人でお風呂入ってたんですよ。そしたら、いきなりその、四つ上の、まあ、先輩とか、その、たまり場なんでいて、四つ上の先輩がいきなり入ってきて、なんか手に持ってるんですけど、パーンぶっかけられて、そのポットから出したての熱湯で、ここら辺大やけどですね。で、その次の日、そのやけどで海垂らしながらイオンで遊んでました。それは何にそんなに怒ってらっしゃっいたんや、です怒ってないんですよね。か？あ、本当冗に談で。冗談っていうか、もうそういういじめられてのもいじられキャラっていうか、もういじられとかじゃなくていじめなんですよね。ほぼ。そういうのを毎日受けてました。